はい、どうもはい、どうもはい。
ね、つばくろとか焼けだとかあの辺全然行ってない。あれ北アルプスですかね、あの雪がかってるあれ、え、大キレットあれそんなの見えちゃうんですか。あの、グッとこう落ちてるとこですか。あれ大キレットなんだ多分。大キレットの左側は穂高で、右側は槍の方ですね。槍ですか。あ、槍かあれ槍見えます。槍っぽいな。やりですね。見えました。あ、そうですか。あ、キレットの右のあの雪かかってないやつですよね。キレットの右の雪がたくさん。はいはい。はい。うん、左、ね。その右、はい、ちょあの3つ大きな設計があって、はいはい、その一番右側の上です。あ、そうですか。うん。すら見えない。逆にあの白いのは何なんですかね。どこの白いの。ああ、あの三つは白いの。あれ雪ですね。雪。あの、いや、キレットの山は何なんですか。ああ、南岳とか。ああ、その辺なのか。分かんなくなっちゃう。あれどこだ。いや、行き過ぎ行き過ぎ。ああ、すごい。頭だけ出てます、ね。頭だけ出てますね。槍だ。ありがとうございます。はい。どちらに出る？あの、徳ちゃん振動。あっちは荒れてなかったの？台風の影響はそこまで多少はありますけど、通れないとかそういう、うん、木が倒れてるとか、そういうのもないですね。原料不動の方から来たんですけど、はい、荒れてますね。あ、そうですか。なんか途中で迂回路いっぱいできてましたね。いっぱいあって、うん、ちょっといつもずいぶん時間かかりましたね。あ、そうですか。30分くらいかかったんじゃないの。